年収200万円以下が300万人増加。中略。雇用をはじめとした規制緩和は、着実に収入の差を作り出した。国税庁の調査から2000年と2021年の年収を比べると、年収200万円以下は824万7000人構成比 18.4% から1126万2000人同 21.4% へと増えている。低年延長や高齢の労働者が増えていることも一因となるだろうが、低所得者は確実に増えている。一方、年収2000万円以上の高額所得者を比べると、17万8000人同 0.4% から30万2000人同 0.6% へと増えている。この格差を当たり前のように受け入れてしまって、いいのだろうか。思考停止状態を脱するには、私たちは日々の生活で精一杯になり、考える余裕をなくしている。私たちが思考停止状態に陥ることは、為政者や経営者にとって都合がいい。どんどん一部の利益にしかならない政治になり、私たちはますます考える余裕をなくしていく。その中では、何か強そうに見える、閉塞感を打ち砕いてくれそう、自分の得になりそう、そんなフレーズに飛びついてしまいがちで、選挙結果や SNS のトレンドに現れる。それは、日本経済が目先の利益を求めて人件費を削り、人を大事にしない社会を作り上げた結果なのだろう。今、スーパーでだけでなく、多くの人が割安で自分にとって得なものを求めている。人間の物差しが、短いものしか測ることができなくなっている。社会全体のことを考えなければ、不利益が予想以上に大きくなって自分に返ってくる。わかっているけど、自分一人で何かができるわけではないと思う。それが、私たちが抱える漠然とした不安の本当の正体なのではないか。私たちが今、どういう社会に生きているかを知り、そこから一人一人が考えていかないと、日本は完全に沈没してしまうだろう。今の時代に年収200万はさすがにいないくさ。もっと現実的な作文書けよ。ハロワでいいから地方の求人見てみ。おばさん向けの求人な。5人に3人くらいになってから言え。多分それで遅れの段階じゃね。くさ。5人に1人なら前乗り手の段階だしな。個人的にはそっち側の人間なんで気持ちはわかるけど、格差って騒げるのは過半数言ってからよ。車庫の控除額半端なく高くなってる。稼いでもごっそり取られて手取り増えないから、やる気も出ないな。これ学生バイトとかパートのおばちゃんも含んでるよね。200万台から300万台に上がったけど全然贅沢できねえな。昔よく200万で生活できてたな俺。Y は29歳年収100万や。A 型作業所最低賃金アルバイト農業。1日4時間最低賃金。週5か6。俺29の時の年収50万だわくさ。俺よりも倍も稼いでやがんのくさ。派遣の中抜きがマジやばい。独身のほとんどが年収300万以外。派遣で中抜きされまくって一生給料上がらなくなってる。さっさと規制しないと少子化加速しまくるで。大量にいる中小自営業者が、売上を経費で創作して200万以下になってるだけじゃね。俺やな。もう疲れたから最近そうだわ。配当金である程度あるからそれなりの生活はできる。年収200以下ってパート主婦くらいでしょ。これはパートや実習生とかも入れてるだろ。氷河期で高校を卒業以来200万だが1000万貯めたぞ。車にも乗れんこと同時だが、ニーサで増やす予定。てか生活保護で良くないかって感じ。健康なら無理だよ。働け。とりあえず派遣はやめとけ。割が合わない。面倒くさくても採用試験受けて職に就け。たとえアルバイトであってもだ。介護や保育の正規なら派遣の方が待遇も内容も給与もマシだぞ。世帯1200でもヒーヒー言いながら2人子育てして欲しいものも買えず我慢してるのに200でどうやって生きていくんだ。都内なら世帯1200は子育て最低ラインだな。埼玉や千葉で子育てせずにひっそりのんびり生きていくんじゃね。高齢労働者が増えているからそう見える。200万円以上稼げる高齢者は少ない。資本主義の世界でもたざる者は資本の対価として労働するしかない。思考停止せず上がき続ければいつか報われると信じて頑張るしかないの。庶民は労働して貯蓄と投資を地道にコツコツやるしかないね。借金なくすぐらいにはできたけどまだまだ楽な生活とは言えない暮らしだわ。時給1000円で8時間週5日、4万円。1ヶ月4週間16万。1年12月期192万。なら合ってるな。さらにもろもろ引かれて買い物で消費税とクレア生活できねえな。それ扶養家族の130万だったかの制限あるからやろ。田舎の子同士ならこれでも余裕というね。1971年の平均年収が100万円だ。ベビーブームで日本の人口激増が始まる。200万からさらに税金引かれるんだぜ。200万まで非課税にしてあげたら？非課税にならんのよ。だから給付金ももらえない。今なら他にいい求人いくらでもあるだろ。なぜ転職しない？条件付きだから採用されない。200万でどうやって暮らすんだよ。地方の地場企業だと正社員でも最低賃金に毛が生えたような給与の会社ばかりだからな。年収200万以下なら生活保護受けてだらだら家で寝て過ごした方がマシってほんと？ほんと、年収200万だが、自分の生活レベル生活保護より下。車も持てない。生活保護でもスクーターは乗れるしね。ほんと、なかなか受けられないけどな。マジでなんで転職せんのかわからん。数年頑張ればいいだけなのに。もう何もかもいろいろ諦めて200万で細々生きてくつもりなおじさんもいるしな。結構笑えないからな。
首都圏で子育てしている同世代たちは賃貸でも、持ち家でも不動産だけで年間200万円以上かかるのがほとんどだからな。だから昔と違って共働き多いけど、氷河期から増えた非正規や派遣を野放し推進すればこうなるわな。もっと欲しいんですが、じゃあやめろ、代わりは他にいるんだ。どうやったら年収200万以下なんてことになるの？時給1000円フルタイムで週休2日制のバイトでも超えるでしょ。役所とか工場の検査要員とか、年間の休日日数が多い職場の場合、時給制で極端に給料が目減りするから、あり得る話。公務員のおっさん管理職1000万円、下級の冴えないおっさん200万円以下。今はこういう時代。パートの主婦とか定年退職後の老人の小遣い稼ぎで年収200万だって、それで2割くらいいるだろ。言うてもイストリゲームなんだからどうしようもないだろう。しかも今の相手は世界中だぞ。10年後どころか来年の収入すら怪しいのに経済の要の内需は戻らんて。多分200万以下は、固定給の割合は少ないはず。シフト制とか現場があればとかの、フリーター的な働き方じゃないかな。俺なんて15万の月もあれば25万の月もあって、毎月ギャンブルよ。200万以下って壁を意識してあえて収入を抑えてる場合も含まれるよね。そういう人たちはどのくらいいるのかな。もっと早く自動化を進めるんだよ。それで労働から国民を解放してベーシックインカムを導入する。みんなで金の奴隷をやめれば不当な搾取も不要だ。どうやって進めるんだよ。そういうレベルからいじれる AI は全部外国製でクラウド。お金出しても売ってくれないし。トラックドライバーをやれば残業なしで年収240万ぐらいはいくよ。低賃金の人はやってみたら。底辺層が拡大して、そりゃ結婚する人もその分減るわな。余裕なんてないもんな。俺の感覚では年収200万くらいが 60%。世間の空気的にそうであってほしい。それでも東京にへばりついて高い家賃と満員電車通勤でストレスフルな暮らしか。メンタルやむわ。良くなるのには30年かかるよ。人口ピラミッドが正常化する2053年頃だわな。年収300万の俺は許されたのか。ちなみに知り合いに中卒の職人がいるが年収500万円だからな。下手な大卒より中卒の職人の方が重宝されるしね。そいつは中卒で職業訓練校に行きそのままずっと職人として働き続けたからな。年収200万円以下って多分大卒でプライドだけで仕事選び続けた結果な気がする。真面目に聞きたいんだが日本人の年収は高すぎるとほざいてた自称意識高い系のネオリベの連中はこの現状をどう思ってるんだろう。年収下げれば日本は良くなると言ってたが貧困は増え失勢率も下がり続け日本の未来がどんどんしぼんでるんだが。クーポン握りしめてハマス市で500円くらい食べるのがたまにできる贅沢です。こんなことやってっから、インフラすら維持できなくなるんや。でも能力の格差とも比例してるのでは？完全に教育の失敗だよ。レールに乗せる教育だったのにレールの先が裏切っちゃったんだからね。レールの上で甘んじていたのが200万以下で、レールを超えてった努力したのがその他では？努力したかどうか、そんな単純なことか？くさ。お金を稼ぐ努力という意味では合ってるかもね。一日一日が大変でなかなかできることじゃないけど。そりゃそうなるだろうな。市場の金の総量は30年変化なし。底辺から順に上級国民に集まっただけ。考えたくもない現実を、考えないという選択すら奪うというのか。なんという冷酷な社会だ。年収200万以下だとクリスマスチキン買うかどうか。半額でも熟考するレベル。それがワイヤー。300以下なら5割超えるんちゃう？若者はほんとかわいそうだよ。手取り700万円ある俺は勝ち組。1000万はいかないと勝ち組ではない。何に対しての勝ち組？幸福度？幸せなら自己申告しなくてもいいんじゃね？不幸だから自分を慰めるための自己申告にしか見えんくさ。いかに安く済むかとか節約って個人的にワクワクする。もっと安くて狭い部屋に住みたい。来年からパートで10万超えなくても課税対象になるんだっけか。そうなったらまただいぶ変わってくるかもな。扶養控除の年収103万や年収130万の壁を、なくして、収入あったら社保つけたらええねん。ただし、学生は除く。第三期保険者も廃止で。200万の仕事を探す方が難しい。転職にミスっても300万ぐらいなら誰だって稼げるんだから、ノーリスクで転職できる境遇にありながら、200万を続ける理由がわからんな。非正規派遣とかフルタイムアルバイトなら200ぐらいになるよ。最低時給で残業もできない会社だと下手したら180ぐらいになる。扶養控除、103万の壁とか130万の壁って聞いた頃ない？都会に行けば仕事はある。田舎の奴らは引っ越せ。日本で一番生活が苦しくて貧乏人だらけなのが東京なんですけど。昔の人間の方が思考停止で高給取りだったろうに。年功序列終身雇用。フルタイムで働く必要のない人たちの年収も含んでるでしょこれ。楽な仕事して節約して生活する方が楽なんだよね。年収200万とかって製造ラインの派遣だろ？これ派遣廃止で消えるよ。派遣が仮になくなっても、直雇用のアルバイトはそのまま残る。しかも時給が派遣よりも安いから、年収200切るとかざらにある。現場作業者なんてそんなもんだぞ。年収200万がゴロゴロいる。それな、なぜかぼちゃんでは派遣だけが悪でそれをなくせば雇用問題の全てが解決すると勘違いしてる奴らが多い。200だとセーフティーネットに乗らないからね、100以下でないと。俺の納税額の3分の1、どうやって生活してんの？200万なら稼ぐのに2ヶ月もかからん。確かに200万でも、
実家あるなら勝ち組だよ。日給8000円の仕事で月20日働いて年収200万以下。もうやだよこんな生活。うちの70過ぎたじいさんがそれぐらいの金でとぼとぼ働いてるよくさ。若いなら絶対に辞めた方がいいくさ。スキル資格会社にいないといけない資格がないと月給が上がらない。そもそも、会社の売り上げが伸びないと上がらない。共産主義じゃないからね。金使う意欲がなくなった、年のせいかな。食い物光熱費管理費通信費、あと思いつかん。軽く失われた50年になっていくんだとしか思わない。成長産業がないし IT が弱いんじゃどうにもならないよ。未だに重工業を守るようなことしてるけどこれだけ円安続いてたら資源を輸入に頼るか工業さえできなくなる。俺が経験したライン作業は食品だったけど、発給なのに過酷な重労働だったな。数百キロの食材入った台車も運ぶし、ライン作業では超高速を求められるし、頑張りすぎて歯を痛めたからな。パートやアルバイトの人いるから当然だわ。パートやアルバイトは、地区の雇用調整のためのお手伝い要員。こんなだから現場労働はどんどん若手を中心に日本人は離れていくし、ベトナムとかの実習生が代わりにやってる現状だからな。まあ100人中99人が貧困でも努力不足と唱えればまるっと収まる国なので。努力は危険な言葉だよな。まず親ガチャのハンデを考慮しないと、全く噛み合わない。もう、日本人は現場労働をみんなやりたがらなくなったんだよ。俺も最後はブチ切れてやめたしな。時給制だと、月16万だもんな。時給制とかの会社に行けばそうなる。年収の壁問題でフルタイムできなくなってる兼業主婦が多いからな。嫁と子供というお目付け役がいなかったら、別に男は刺して働く必要もない。こういう現状を諦めて受け止めて、上海香港張りのコンテナハウスみたいな家、それなりに需要あったりしない？なんだかな。最近みんな金にとらわれてるな。年収低かったら不幸、高かったら幸せ。隣の人生は青く見えるもの。きっと勝ち組に見えるのもそう見えるだけ。本当に幸せな人間など数えるしかいないのだろう。ないものねだりばかりしてたらいつまでも幸せになれない。ぶっちゃけ金があればほぼ何でも解決できるしな。目先の金に縛られてると人生失敗する。人生で大切なことは、ないものを求めるのではなく、あるものに満足することだわな。少しでも良い条件の職場を探すのを努力、とか言うなよ。当たり前の行動なんだから頑張るとか言わずに呼吸をするように条件悪い職場は見捨てろ。俺は5人に1人ってこと？200万でいいです。とにかく働きたくないです。円安で外人も来てくれなくなったしな。代わりに低賃金で働いてくれる日本人を増やさないと。人数の多かった段階世代が年金生活に入ったから、こんなもんなんじゃないの？そこそこ高給取りのサラリーマンでも年金の年額は200万切り超えるくらい。俺も正社員で手取り年収190万程度だが、こんなもんかと思ってたわ。一般的には少ないんだな。31歳。デフレだから生活できてたけど、インフレしたら無理じゃね。そこまでお金なんて必要か？寄付してやろうか？ウーバーでも丸抜きでやれば、月100万くらい稼げるだろ。1ヶ月で体壊すか事故に遭うだろうね。今は 100% 無理。いつの時代の話しとるんや。年収200万以下でも楽しく暮らしてるならそれでいい。年収高いやつのうさばらしの道具として使われなきゃいけないなんてこともない。ガンガン稼いでガンガン税金納めてくれてサンキューなって心持ちで生きて。困ったら生ポもらえばいい。これ多分お前らのことだよね。ブラックは辞めて転職あるのみ。払えない企業は淘汰されるべき。俺も年収130万。ただし週休6日。会社を盛り立てようと尽力しても君がそこまでする必要はないからと抑制させられる企業ばかり。言うことだけ淡々とこなす都合の良い奴隷しか求められていないのが日本企業。今月、月収マイナスの俺よりマシだろ。わがまま言うな。努力不足なんて他人が言うもんじゃねえわ。努力が必ず報われることはないしな。欲望を叶えたい人間は努力すればいい。別に結婚したくない、お金も欲しくない、貧しい生活が大好き。こういう人間は働く必要すらあまりないだろう。大学辞めて手取り16万円から始まったが今は手取り3倍以上になったわ。俺は運が良い。保育士としてバイトしてるけど、年収100万円ぐらいだな。年収130万円までは働いてもいいけど、そのくらいになってしまう。もっと仕事のできる人たちがいるから、年収200万円まで働きたいと言っても、却下される可能性大。正社員として雇ってもらえる人も先生全体の半分ぐらいだな。自分も保育で働いてたけど正社員でも200万ちょいだから辞めたわ。 IT の技術派遣の方がマシ。保育は給料安いよね。女性の仕事は給料安い。女性はかわいそうだよな。日給1万、200万でもいい方じゃね。月収20万円で年金と保険料の月3万円を払ったら手取り月17万円になるからな。そこそこ収入あるけど今はお金を使っちゃいけない雰囲気に飲まれてるな。非正規まみれだしな。20年前に努力不足だよ、仕事ならいくらでもある。と就活生に向けて嘲笑してた奴らってまだ生きてるのかな？努力しないで生きられるならそれが一番いいしな。人生は短いし。服とかもすごく安いの着てるし、持ち物も100均とかで買ったものだし、これって、心まで貧乏になるんじゃないのかな？日本みたいなイージーモード国家で何が不満なのか全くわからんな。生活保護だって他の先進国より手厚いぞか保護すぎた。産業空洞化して製造業も終わってるし、努力というなら産業復興するとか。
企業誘致して給料高い外資に就職するとかだな。そりゃ技能実習生も逃げ出すレベルだしな。この辺は人手不足で若者や即戦力は待遇面で来ないし、ベテラン頼りみてえな限界業界だらけだろ。真っ当な仕事で大儲けできる手段がものすごく限られてる。扶養の範囲内に抑えて働いてるのだろうが、扶養を外れても厚生年金は払っておいた方が将来楽になるぞ。目の前の手取りに目がくらんでしまうのだろうが、さっさと最低賃金上げればいいだけ。年収300万だが生活余裕なんだが、草一人暮らし、外食も週1でラーメン行ってる。貯金も800万あるんだが、一応来年から新NISAやるけどね。一人暮らしだと200万と300万は全然違うよな。羨ましい。それは否定しない。しかし年収200万なら実家に帰省すればいいだけの話かと。俺は両親他界してるから、その生活は素直に羨ましい。今時実家に帰省してみっともないみたいな価値観持ってるのはマジョリティかと。200万のやつは1000万のやつの2割働けばいい。そう考えれば悪くもないぞ。まあ実際は5倍くらい働かされてそうだが。某大手運送会社に派遣で仕分けやってるけど、みんなほとんど年収200万以下だよ。純金融資産が3000万円超えも5世帯に1世帯超えてるんだよね。すぐ子供が少ないとそうなるよな。無理して働く必要なくね。パートのレジ打ち主婦の年収が200万以下とか言われてもな。世帯年収はいくらなのよ。200万もあれば問題なく生きていけるでしょ。タクシーの運転手は最近500万以上は行くみたいやね。スキルを習得して転職しろ。同じ仕事しても給料は上がらん。これからまたいろんな価格が上がっていくね。給料も上がるだろうけど、さてどんな感じになるのかな。もう諦めた。立ち行かなくなったらその時の考える。無理ゲー。割に合わないことしてくれる底辺がいなけりゃ内部留保できないし。元金あればポチポチやれば何も生み出さずに儲かるのが資本主義と最近知った。ぶっちゃけ種銭がある程度行くと金が金を生むからな。晩飯はもやしだけの俺が通りますよ。お金はお金のあるところに寄ってくる。5人に1人は年金受給者では。フルタイムで働いて年収200万以下って可能なのか。今年は約220万円程度だったわ。生活苦しい。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。